さんこんにちは。こんにちは。テレが出てますね。久しぶりなんで。久しぶりなんでね、撮影がね。今日ちょっと大雨でね、はい、室内の練習場というか、はい、ちょっとお借りしまして、千葉県成田市なのか、成田空港近くにある空の湯カントリークラブですか。空の湯っていうスーパー銭湯みたいなのがあるんですよ。その中にこういうスカイトラックがあって打てる練習場があるんで、まず概要欄にホームページ貼っておりますんでチェックしてみてください。はい、で今日はね、ちょっとこうニューアイテムもうゲットしたね。ニューアイテムもうちょっと遅いですけどね、ニューアイテム手に入れましたんで、はい、こいつのちょっと指導をしていこうかと思いまして、 G425 僕はマックスですね。これ3種類ぐらいあるんでしょ。これちょっとやってくれる。これマックス、うん、3種類あるね。3種類ありますね、うん、3種類あって、マックスと LST と SF なんとか、はい、SFT かな。マックスは結構スタンダードスタンダードのやつだね。なんかよく、まあ、G400MAX の工程とか言われてるけど、はいはい、そもそも打ったことないんで G400MAX だから今日まっちゃん持ってるさ、はい、G410 プラスプラスですねと、まあ、比較したりとか、はい、まあ、とりあえずまあこれの紹介をしていきたいと思うんで、シャフトはもう自分のに変えてます。これですね、これも新しい言われますか。ディアマナの TB7X、 純正のシャフトとか打たないです。他の人の動画見てもらったらいいんで、これ、はい、これ動画で紹介してるんでしょ。紹介してます。そうですか、はい、なんで、まあ、これ入れてちょっと打っていきたいと思いますんで、まあ、まっちゃんにも、まあ、自分のシャフト入れて。そうですね、ガチャガチャで、うん、で今日そのさっき言ったスカイトラックっていうのがあるんで、はい、ちょっと映してもらっていいかな、これ機械を、まあ、機械を、これスカイトラックってね、これも買ったらめちゃくちゃ高い、20何万だね。高いっすね、うん、エフタプロ持ってたんだよね、一瞬ね。あ、なんか持ってましたね。ちゃったからね。はい、っていうことなんで、じゃあちょっと撮影していきたいと思います。はい、マコさん、はい、もういきなりなんですけど、はい、バシバシ打ってて、はい、まあ、そうっすね、ちょっとこのマックスで打って、はい、まあ、ロフトスタンダード9度で、はい、これも後ろの重りもスタンダードでね。あ、全部スタンダードで、うん、詳しいことはさ、他の動画見たら分かるんで、はい、僕らの動画は、まあ、音とかさ、より近いの、あとコースでもね、今度打ちたいと思うから。わかりました、まあ、とりあえずそうだね、死のほど言わず、とりあえずって言いますよ。前と何変わったのかとかね、あるしね。お願いします。音がえぐい。室内だと、うん、ちょっと左だね。ここに出るんですね。ちょっと左、まあ、キャリー270-260近く。これ全部もうスイングも、スイング出ちゃってね。出さなくていいのにね。この欲しい、あ、消えましたね。うん、あ、でも、まあ、正確のやっぱり正確だよ ね、 感じなんですかね。バックスピン量3200で、はい、ヘッドスピード46.8、まあ、そんなもんだよね。ウォールスピード68、うん、まあ一発目だとこんなもんなんじゃないかなと思いますけどね。まだちょっと体のエンジンかかってないですもんね。かかってないですね。かけなくてもいいでしょ。でもなんか、まあ正直なこと言っていい？正直なことですか。もうその前も隠さず、うん、前のね、ドライバーと何も変わんないですね、はい、え、もうその打った音とかが変わるんですか、うん、まあ音はちょっと高いけど、はい、その振ってる感じとか、はい、曲がらないとか、そんなのはないと思うね。曲がるし。昨日ゴルフ行ってきてさ、はい、使ったよね、いきなり、はい、一発持たずにコース行って、先輩出し行って使って、何も変わらなかったから。もう一回行きます。お願いします。大体同じところ。これ結構いい球だと思うよ。ど、まっすぐですね。まっすぐ打ってたね。まあ、まあ、同じじゃないね。まあ、ほとんど一緒ですね。うん。スイングは。スイング出ちゃってんな。やっぱり現像ぐらいちょっとバックスイングゆっくりしないといけないな。いやいや、十分ゆっくりだと思いますけど。まあ、大体球筋は揃ってるよね、こうね。あ、そうですね。大体出玉揃ってるし。これなんか赤点に行けばまっすぐ。赤点に行けばまっすぐなんだけど、ちょっと左に飛んでるって感じだね。まあ、まあ、いつも通りで。で、まあ、いつも通りだよね。キャリー266、さっき268で。はい、あ、うん、あ、このなんか球のジャンプ軌道もヘッドスピードがちょっと遅くなったけど、まあキャリー一緒ぐらいだね。スピン量が3300ぐらい、ちょっとちょっと多め多いよね。またそれはあれなんですかね、使
使うボールによって変わったりも。あ、使うボールによって、これレンジボールだもんね、これね。そうです、ちょっとスピード多いですもんね。多いよね。で、まあスタンダードだし、うん、まあ、そうですね。だから、まあ、さっきも言ったけど、まあ、みんなさ、多分ピンのクラブとか借りたりして、忖度してると思うんですよ。忖度ないですから、こっちは。これは僕がお世話になってる人に買ってもらったんで。もらってないんで、はい、あの忖度なしで、はい、だから別に飛ぶとかは前、前作と比べてみんな飛ぶとか言ってるけど、はい、何も変わんない。めちゃくちゃぶった切りますね。まあ、ちょっと泥目にいった感じですか。しっかりした感じだね。てかあ、もっと右に打たないといけないんだ、多分。あの、向いてる方向が。そうだ、この画面の中心に打っちゃってるから、俺が。ああ、そういうことですね。これの右に打たないといけないんだな。その、平行に行かないといけないの。そう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 。左に打ってるから。まあ、これも大体キャリー267で、大体280と。うん、で、まあ、こんなもんだと思うね、大体。ヘッドスピードも46とかだと、はい、まあ、その思いっきり振ってないし、まあ、コースで。そうか、大体いつもだと48ぐらいで打ってるような感じ。気合が入ってくるとね。さあ、50近くいきますもんね。うん、どこ向きゃいいな。そこの、なんか、看板に向かって打って看板に向かって打つんだね。って感じのイメージなんですね。うん、じゃあ、結構右向かないといけないね。いきますよ。お願いします。看板当たったっすよ。うん、看板当たったでしょ。測定できてないっす。測定できてないっす。いい、なんか、分かった。あ、今ちょっと、今ちょっと、今ちょっと遅れて。あ、やっぱりほら、まっすぐ行って。まっすぐ行ってますね。俺の腕は確かだからね。今ね、結構嫌だしたね。あ、5ヤード、5ヤードね。そうですね。うん、まあ、そんな感じだね。そんな感じですか。うん、だから、まあ、音はさ、室内だからちょっと響いちゃってるけど、はい、まあ、前回、俺、LST じゃん、はい、410ドン、はい、で、まっちゃんプラスじゃん、はい、LST からこれにしたらやっぱりちょっと音は高いよね。ちょっとプラス寄りってことですね。プラス寄りだね。プラスが結構高い。高かったじゃん、はい、で、なんか前回より、まあ、みんな忖度してコメントしてるのは、はい、音が静かになったとかくっつくようになったとか言うんだけど、そんなことないけどね。めちゃくちゃ言いますね。高いから音は、俺からしたら。そう、まあ、LST が結構低かった低かったからね。じゃないですかね。そうだから、まあ、ぶった切るとかでね、正直なこと言ってたやつらは、そんなこと言わないで。これはまっすぐ。あ、ちょっとフックしたね。めちゃくちゃフックします。OB ですね。右向いて左の OB。まあ、そんなもんかな。じゃあ、とりあえず、まあ、俺の打った感じとしては、はい、別に音は低くないし、はい、なんて言うんだろう、まあ、前作とあんまりそこまで大きく大きく変わんないよね。まあ410持ってる人とかだったら、はい、まあ、新しいのがいい人は変えたらいいと思うけど、はい、別に変えなくても全然いいんじゃないかなと思う。まあ、そこまでものすごく大きな変化は、まあ、もちろん良くなった部分もある。そうだね。うん、だけど、うん、まあ、その昨日ね、コースで打ってて、はい、まあ、これもこ このスペックで持ってって打って思ったのは、結構マックスでもスピン量が少ないっていうのは思ったよ。あ、確かにプラス、僕の使ってるプラスはちょっと多めな、多めだったじゃん、はい、これは少なめだったね、感じ的に、はい、なんか飛び方がドヨン、ドローンってこうしてたから、はい、まあ、プラス打ってないから分かんないけど、まあ、LST と同じような飛び方をしてた。じゃあ逆にその LST を買うともっと低い、あ、もっとスピン量が少ない可能性あるよね。そうですね、打ってないからちょっと分かんないけど。で、はい、LST 小顔になったのよ、まあ、445とかになってるんだよね、はい、今回のやつは、はい、ちょっとちっちゃくてね、不安だね。俺からするとこれそこの不安感じるんですね。うん、やっぱこうでかいの一回いっちゃうと、はい、前回の LST よりこっちの方がでかくなったから、はい、やっぱり安心感はある。あ、で、捕まる。捕まる、明らかに。あの、でかい方が捕まる。でかい方が捕まる。その俺の持ってた 410LST よりは確実だね。確実に捕まる。そうん、だからもうそれが全然違うね。捕まるけどスピン量が別にすごい多くないから、だから俺はもうすぐチェンジだよ、こっちに。じゃあやっぱいいですね。
しいからね。新しいのは大事ですよ。出てこないよ。出てくんな。あとから来ますよ。あとから来て。機械もびっくりしてんじゃないですか。いきなり。まああんまりここでこんなバシバシ打つやついないだろうね。まあこんなもんじゃないですか。大体46で。こんな感じですかね。はい。じゃあそんな感じで、まあ僕のインプレッションは終わりにしたいと思います。まあ打った感想はね。今度。別の動画で、はい、まっちゃんの感想を聞きたいと思うんで、とりあえず僕の感想は、まあ、あまり変わんないよと、ちょっとつまんじゃねえかなって、忖度なしに言うとね、別に変えても変えなくてもどっちでもいいよって感じなんで、和子さんでも変えるってことですね。僕は変えます。まあ、そういうことです。わかりました。はい、じゃあ、まっちゃんの動画も撮るんで、そっちも見てください。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。